みんなお疲れさん。また今夜な。遊び歩いて無駄遣いするんじゃないよ。はーい、また今夜。この人知り合いか？神奈川県警の元刑事さんだ。刑事？元刑事。直近じゃ免許センターの職員だよ。でもよくここが分かったな、足立さん。あんたの方はあの後大丈夫だったんすか？大丈夫？いや、そうでもねえな。クビになったよ、警察。え？あとちょっとで夢の満額退職金だったのにな。あっさり懲戒免職だ。じゃああんたたった一人でこの場所見つけ出したのか？ふふ、春日には俺からスマホを渡してたんでね。あ、そうだよ。だったら来る前に連絡くれりゃよかったのに。連絡つかなかったのはそっちだろう。まあ、撃たれた挙句ホームレスやってたんじゃスマホの充電もできなかったわけだ。俺の体より携帯の心配？スマホが切れてたからお前の居所が分かんなかったんだ。は？ GPS だよ。で、いや、お前には分かんねえか。なんだよ、感じはいいな。スマホは人工衛星使ってその位置を特定できるんだ。そのシステムが GPS。 そいつでこの人はお前の居場所を突き止めたってことよ。今ので分かったか？いや、多分ね。それより足立さん、警察クビになったってのは？神室町での建造物侵入、傷害、公務執行妨害、役満で懲戒免職だ。起訴されねえだけありがたく思えとさ。それやっぱ俺のせい？当たり前じゃねえか。なんでまたそんなことに？あんた春日が神室町で撃たれたって話は？うん、聞いてるよ。撃たれた場所は警視庁と年頃にしてる近江連合幹部会の場だ。俺は春日がそこへ忍び込んでいくのを手助けした。それを誠にけしからんとご立腹なのが警視庁で、我が神奈川県警はそのお怒りごもっともでと俺をクビにして一件落着とした。すまねえ足立さん。悪いと思ってんなら協力しろや春日。俺はまだ総監を諦めちゃいねえ。総監？警視総監だよ。警視総監が？なんだよ。あいつは近江連合と癒着してるはずなんだ。連中の神室町進出をおめこぼしする見返りにな。俺はその裏をつかみて。そんなの一番に何ができるってんだよ。警視総監とつながってんのは近江連合若頭代行の荒川真澄。春日は昔その顧問だった。こないだ胸を撃たれるまではな。だろ？今でも俺はおやっさんの顧問だ。おめでたいね。つってもクビになったおまわりが警視総監相手にどうする気よ。まあ平たく言いや復讐だ。復讐？話は20年前に遡る。
資産家の老夫婦が強盗に殺されたってヤマがあってな。星は近所で失業中の前科者で、俺がこの手でワッパーかけた。くすみという男だった。だが裁判の直前になって、そいつは犯行時刻に別の場所で目撃されていたと分かった。つまりアリバイがあったんだ。皮肉なことにその証言も俺が聞き込んできたもんだった。うん、それで俺はすぐ捜査本部に報告した。その時県警はすぐに久住を釈放するべきだった。でもそうはならなかった。ええ、アリバイの証言は固いと少なくとも現場はそう感じていた。だが上は目撃した証人に何度も本当かと問い続けた。そこまで言われると自信がないと言わせるまで徹底的に執拗にだ。なんでだよ。神奈川県警本部長様の指示でだ。そいつが今の警視総監堀之内十郎よ。その指示の理由は。当時奴には神奈川県警から警視庁へ転任するって内定が出ていた。ところが起訴した容疑者がシロだったとなれば大事だ。本部長の堀之内は尻拭きに追われて転任どころじゃない。だから目撃証言を取り下げさせた。なんだよそれ。本当にシロなら他にも無実の証拠が出てたはずだと奴はそう言い放った。で結局逮捕した党の刑事たちさえシロと見てた被告人に実刑が17年。久住はかみさんや子供を残したまま首を吊ったよ、獄中でな。そん時堀之内は新天地の警視庁で知らん顔さ。うなくそ悪い。神奈川県警には偉人さんと癒着する警官が多いんでな、いつ身内が不祥事を起こしてもおかしくねえ。だからお偉いさんは早いとこ神奈川を離れたがるんだ。てめえの任期中に問題が起きねえうちにな。だからってそれで無実の人間を。ふざけすぎだろ。当時まだ青かった俺もそう思った。だから幻のアリバイ証言をマスコミにリークしてやった。え？だが堀之内はボンクラのエリートじゃなかった。元公安の実力者よ。人脈も半端じゃなかった。俺が情報を流したマスコミ各社はすぐ堀之内へのご中心に回った。リークした情報は一切世に出ず、俺には免許センター行きの辞令が来た。クビにされなかったのは堀之内の余裕ってとこか。そいつが今や警視総監とのってわけか。俺も全部忘れちまえば済むんだろうがな。そうなると首吊ったくすみにあの世で合わせる顔がねえ。男が三人も集まって何ちちくりやってんだい。ああ、浜子さん、おはよう。この人は元神奈川県警の。何がおはようだ、もう10時だよ。あんたたち今日はハローワークに行って仕事を探すんじゃなかったのかい。あ、やべえ、そうだった。早く行かねえといい求人が取られちまう。悪いな、足立さん、俺ら仕事見つけに行かねえと。だったら俺も一緒に行くぜ。え、なんで。俺だって今無職の無一文よ。無一文？少しくらいはあんだろう、貯金とか。ねえって、そんなもん退職金が頼みの綱だったんだからよ。貯金なんて小学生のお年玉以来したことねえよ。だから退職金当てにしてたんだけどな。しょ、免許センター勤めのくせにただのダメ人間じゃねえか。うるせえ、俺は酒と女に金使うのが唯一の趣味だったんだよ。ほら、さっさとハローへ行くぞ。
なあ、そうだ。変身しなかったか。ああ何言ってんだお前。勇者がどうとか妄想が過ぎるんじゃねえか。現実見ろよ無職さん。俺だけ。まあいいや。こっちの方が面白え。俺の番だな。強くなった気がするぜ。へえ、やれやれだぜ。俺らに金よこせなんて見る目のねえ野郎だ。なあ、さっき戦ってる最中によ、本当にこいつら変身して見えなかったか。あ、いや本当に変身して見えたんだって。大した妄想力の勇者様だな。妄想？さっきのは俺の妄想だったのか。まあお前は思い込んだら止まらねえタイプの人間だからな。自分が勇者だと強く思い込みすぎて敵がモンスターみたく見えたんじゃねえか。思い込みか。まあでもそれくらい思い込みが激しいやつじゃねえと勇者なんてなれねえかもしれねえな。要は自称だろ、自称なら思い込んだもん勝ちかもしれねえぜ。そうか、そうだよな。よし、やっぱり俺は勇者だ。勇者になるぜ。
まったく調子のいいやつだぜ。じゃあさっさとハローワークに行くぞ勇者よ。今の勇者様のパーティーには薬草を買う金すらねえんだからな。そうだな、まずは金だな。ドラクエと同じだ。本当に人生は RPG だな。ありがとうよ。水木さん、終了時間過ぎてるけど。うん、さっさと清掃して売り上げの精算よろしくね。はい、フロント、お湯の出が悪い？お客さん変わるたびに風呂のお湯入れ替えないで使ってよ。え、汚い。入浴剤とかでごまかしてよ。うん、洗面台の奥にあるやつ。はい。乙姫ランドでございます。なんだ、なのはちゃん。ああ、そう、休むってこと？で、君確か先々週も生理だったよね。そんなに休まれちゃ困るんだよ。一度病院行って検査受けてお薬でももらってくれば。
生理不順なのか何なのか知らないけど、そんなに休んでたら親父さんの施設代払えなくなっちゃうんじゃないの？え？早く死んでくれれば楽なんだろうけど、まだまだ生きてそうなんでしょ？ん？泣いてんの？やめてよ！うちは人生相談所じゃないんだからさ。はい、じゃあまた。あ、体調良くなったらすぐ出勤してよ。はい、じゃあ。ああ、たくやってらんないね、最近の子は。はいはい、求人の方ね。お待たせしましたね。ダメだ。悪いが俺ここじゃ働けねえわ。同感だな。胸くそ悪すぎる。お前もそうだろ？ん？なんだあんたら喧嘩売るためにやってきたのか？え？カロワの親父からは何とか雇ってもらえないかって言われてたんだな。何でもやる根性のある連中だからってさ。あのおっさんが何でもやるって言ったって、こっちにも選ぶ権利はある。まあ、あの神戸って所長には申し訳ないが、やめとこう。世の中他にも仕事はたくさんある。行こうぜ、春日。おい、一番、何やってんだ。早く行こうぜ。さっきの電話聞いてただろう。俺もいろんな風俗店にガサで入ったり、客として通ったりしてきたが、こいつはクズ中のクズだ。なんだ暴力か？ケツ持ち呼ぶぞ、ケツ持ち。うちのケツ持ちは清流会だ。泣く子も黙る横浜清流会だ。それでもいいのか？ここは清流会の島だったか。厄介なことになりそうだな。おい、春日、さっさとずらがるぞ。おい、なんだお前、本当に清流会呼ぶぞ。それでもいいの？働かせてくださいや、店長。あ？何言ってんだお前。見た感じ店員さんが誰もいなくてお困りなんでしょう。こう見えても俺16年くらいこの業界にいたんでね、何でもやりますよ。なんなら街でキャストのスカウトもやります。どうでしょう。とは言っても他の方たちが。地方風俗反対、劇場から撤退せよ。なあ、
うん。おい。なあ。おい。よ。え。おい。はい。いえ。なあ。
お？はい。なんだって？はい。え？いや。なんだ。うん。うん。うん。なあ。なあ。また。おい。
じゃあ。席か。おい、あれ見てみろ。菜の花だ。よし、早速問い詰めようぜ。バカ、素直に裏引きを認めるわけねえだろ。問い詰めるのはこっちが証拠をつかんでからだ。ここは元刑事の言うことを聞いとこうぜ。はいはい。すみません、ただいま満席でして。いや、待ち合わせなもんでね。菜の葉の前に座ったな。あの男、裏引き相手なのか。うん、二人の会話が聞ければ証言が取れるかもしれねえな。証言だってこっからじゃ何にも聞こえねえぞ。春日、スマホ持ってるな。俺に電話かけろ。わかった。あのすみません、ただいま満席でして。悪いが便所だけ貸してくれねえか。クソ漏れそうだよな。いいだろ。はい、どうぞ。すみません、わざわざ来ていただいて。大丈夫ですか？ずいぶんと疲れたお顔で。最近体の調子が。早速ですが、まずはお金の件を。今金って言ったぞ。あの男が裏引き相手で間違いねえ。待て、受け渡しの瞬間を抑えてからだ。なんとか200万。はあ、残り300万。もしも10日後に結婚します。でもやっぱり。まさかお父さんにと言ったのはあなたですよ。今さら。いえ、お願いします。でもそんなに。そうですね、やっぱりわかるでしょう。でも完璧に。はい、でも父も。え大丈夫ですね。全てがお父さんもあなたも慣れますから。父に
会うことは。それはできません。その方がいい。父よ、お願いします。わかりました。さあもう行きなさい。なんで女が金を払ったんだ。しかも200万って尋常な額じゃねえぞ。ナノハさんは何か事件に巻き込まれてるんじゃ。事件ってどんな。詳しいことは本人に聞いてみるしかねえ。いっなあ、悪い。おいおっさん、謝って済んだら警察はいらねえよな。どうすんだよ、こいつ骨折れちゃってるぞ。んなわけねえだろ。すまねえが俺たちは急いでんだ。時間がねえなら金で解決するしかねえよな。治療費として10万ほどもらおうか。付き合ってらんねえよ。じゃあな。待てやこら。邪魔すんじゃねえよ。上がってこい。くそ。おい、なあ、社会福祉法人。おそらく介護施設だろうな。随分と風情のある建物だけど。こいつは確か明治時代に建てられた旧財閥系の銀行の建物だ。何十年も前に広域財団が買収したと聞いてはいたがな。日だまりの城か。気品漂ういかにも高級そうな施設だな。確か彼女は親父さんの介護費用を稼ぐためにソープで働いてるって言ってたよな。うん。ってことは親父さんが入所してるのはここかもしれん。じゃあさっき社店で会ってた男はここの職員か。なんだとすりゃ何の事件もねえよ。彼女はただ親父の施設料を払っただけだ。どんなに高級な施設だからって200万も現金で支払うか。施設の中で渡すならまだわかるが、喫茶店だぞ。まあそう言われりゃそうだが。喫茶店の会話覚えてるか。彼女はあの男に親父に会わせてほしいと頼んだが、あいつはそれを拒んでた。こちらに菜の葉さんのお父さんが入居してますよね。菜の葉さん。ああ、向こうだ菜の葉さんのことですね。お父様はこちらにご入居ですが、何か。俺ら、その向こうだ菜の葉さんの職場のもんなんだけど、
中に入れてくれねえかい。すみませんが、面会は親族のみとなっております。ああ、普通はそうだろうな。いや、面会ってわけじゃねえんだ。実は俺も自分の親父のことで介護施設を探しててよ。なのはさんからここが素晴らしいって聞いたんで見学したいなと思ってね。申し訳ございません。当施設では入居契約が完了するまでは内部に立ち入ることができません。え？内部の様子はホームページにてご確認いただけますので、そちらをご覧になってください。質問もホームページからお受けしていますので。見学さえできねえなんて、いくらなんでもおかしいだろう。費用500万円。そんで毎月50万も払うってか。いくら総部長に転職したからって簡単に払える額じゃねえぞ。これで驚くのは早いぞ。見てみろ、このエクセレントコースってやつを。入居費2000万、月額100万。なんだこれ。いわゆるビップルームってやつだろうな。まさかナノハはこのエクセレントコースに親父さんを。さすがにそれはないだろう。いや、ナノハならあり得る。ナノハはそういう子なんだよ。ナノハにとって親父さんは唯一の家族なんだ。大企業に就職したのも、そこを辞めてうちに来たのも、全ては男で一つで育ててくれた親父さんのためだ。親父さんが最後を過ごす場所として最高の場所を用意したかったんだろう。高い施設に入れたとは思っていたが、まさかここまでとは。ナノハのやつ、親父さんのこととなると本当無茶しやがる。店長、本当は裏引き云々より彼女のことが純粋に心配で俺らに調べさせたんだな。ああ、店で起きたトラブルは俺が守ってやれる。でも外で何かあっても俺は何もしてやれねえ。うちの店は訳ありの子ばっかりだ。あの子たちにいつ何が起きてもおかしくない。だから長く休むやつがいると落ち着かねえんだよ。あんた本当は従業員思いのいい店長じゃないか。口が悪いもんで誤解しちまったよ。菜の花裏引き相手はもう探さなくていいよ。彼女が親父さんのために危険を冒してでも裏引きしなきゃいけねえなら邪魔する権利はない。俺は目をつむるしかねえ。おそらく彼女は裏引きしちゃいねえっすよ。え？今日見た彼女は髪の毛もボサボサでひどくやつれてました。店長に電話してきた通り彼女は体調を崩してるのは間違いないよ。見た感じだと辛労で参ってるって感じだったな。辛労？理由はおそらく。親父さんの保証人は間違いなくナノハだ。そのナノハが親父さんに会わせてもらえないなんてどう考えたっておかしい。今日だって施設の人間に200万も払ってたんだろ。今日の200万は入居費用の一部だろうな。おそらく彼女が全額を支払い終えるまで施設は親父さんに会わせないつもりなんじゃねえのかな。本当ならひでえ話だ。ありえねえ話じゃねえな。今や5人に1人以上が高齢者って時代だ。そこを狙う悪質なビジネスも横行してる。一見クリーンそうに見えるこんな施設だってどんな裏があるか分かったもんじゃねえ。きっとこうじゃねえか。入居費用は分割支払いでいいと言ってまずは親父さんを施設に入れさせ、ところが蓋を開けてみると全額支払い終えなければ面会すらさせてもらえない。なんでそんなことを。
そうすりゃ無理してでも早く払い終えようとするだろう。結果施設としては迅速かつ確実に金を手に入れられるからだ。まさかそんな。いや、悪どい奴らはそのまさかを平気でやる連中だ。じゃあナノハはそれが原因で心労がたたって体を壊した。ああ、このままだと彼女の収入が減る一方だ。そしてこれからますます支払いが遅れるだろう。じゃあ、あの子が親父さんに会えるのはいつになるんだ。ずっと先だな。下手するともっとひどいことに。もっとひどいこと？どんな契約をあの施設としたのかわからねえが、最悪は支払いができない時点で親父さんも追い出されて金も返金されないとか。なんてこった。体壊すような思いしてまで頑張ったのにな。彼女パンフレットが立派なら中が劣悪な環境だとしても誰にも気づかれない。施設としてはケアの手間と金が省けるしな。結局のとこ入居時費用を早く支払おうが遅れようが施設にはメリットしかねえってわけか。その読みが当たってるや。とんでもねえ悪徳施設だな。頼む、この施設からナノハの親父さんを救い出してやってくれ。店長さん、俺たちだってそれができるもんならすぐにでも連れ出してやりたいさ。だけど娘さんだって入れちゃくれねえ施設さ。おまけにセキュリティも厳しくて、とてもじゃねえが中には。いや、あん中に入る方法は一つだけあるぜ。え？店長、この店副業って OK？ え？少しの間俺たちは日だまりの城の中で働いてきますわ。バイトで潜入するってわけか。そんなに簡単に雇ってくれるか。ハローワークの神戸所長に頼み込んでみようぜ。あの人なら力になってくれるはずだ。よし、神戸には俺から電話して事情を伝えておく。どうにか菜の花の親父さんを救い出して彼女を店に復帰させてくれ。うん、くそ。うん、そう。
兄さん、あなた見ない顔ね。新入りなの？ええ、派遣できた難波って言います。あら、そう、お医者さんなの。偉いわね。いや、介護の助手だよ。派遣できたんだよ。まあ、弁護士さん頑張ったのね。ところでおばあちゃん、この施設に向田さんって人が入居してるはずなんだけど、わかるかい？あの一人娘のいるおじいさんなんだが。そういえば朝ごはんはまだかしらね。もうとっくに昼過ぎてるで。あ、ここで結構よ。どうもね、おまわりさん。そっちは何かわかったか？いや、今のとこ菜の葉の親父らしき人間は見当たらねえ。それにしてもちっとも悪徳施設には見えねえんだよな。介護士の数だって足りてるし、医療機器だって最新のもんだ。警備の方もだ。セキュリティから巡回までしっかり金をかけてるぜ。こら新人、何度言ったらわかるんだい。便器に自分の顔が映るまで磨き込むんだよ。ほら、次に行くよ。ちんたらしてたら終わんないよ。なんで俺だけ便所掃除なんだよ。仕方ねえだろ、お前に勤まる外注業者が他になかったんだから。で、親父さんは見つかったのか？いや、どこにもいねえ。春日の方は？朝から便器しか見てねえよ。あのおばちゃんが厳しくてサボることもできねえ。もしかしたら親父さんはマジでエクセレントルームに入居してんのかもな。例のバカ高いビップルームか？エクセレントはありえねえよ。聞いたとこによると、あそこに入るには厳しい審査があるって話だ。契約希望者は何度も施設側と面接を重ねるんだとよ。面接？詳しくは知らねえが、家柄や社会的地位を審査するんだろう。入居してんのは財界の大物や引退した資産家とかだって噂だ。たとえ金があったところで菜の葉じゃ審査は通らねえだろうな。お前らエクセレントルームは確認してねえのか？確認したくてもできねえんだよ。エクセレントの入居者は完全にプライバシーが守られていて、介護から警備まで全て正社員が担当してるんだ。エクセレントルームはどこにあるんだ？最上階だ。だけど社員が持ってるカードキーがなきゃ入れねえ。確かめようがねえよ。こら新人、油売ってないでとっとと行くよ。はーい、今行きます。お疲れさん。トイレ掃除だけで丸一日かかるなんて驚いただろう。すげえ数のトイレっすね。そりゃこれだけの大きな施設だからね。ま、明日からはもう少しペースアップしておくれよ。まだ最上階が残ってるみたいですけど。ああ、7階はエクセレントルームって言ってね、私ら外注業者は立ち入り禁止なのさ。あ、俺さっきの便所に忘れ物しちゃいました。取りに行っていいですか？何やってんだい、おっちょこちょいだね。先に降りててください。俺後から追いかけますんで。仕方ないね、さっさとするんだよ。
がらなくても大丈夫だよ、おばあちゃん。それじゃおやすみなさい。おう。ああ。待った。なんだって？おい。いや。ああ。残り300万。もしも10日後に結婚します。
お。そうか。そうだ。わかった。次に行くよ、新人。昨日よりペースが落ちてるじゃないか。はいはい。あ、すんません。大丈夫ですか？危ねえだろ、清掃係。ああ、理事長。例の女の父親ですが、向田達郎で間違いありませんね。わかりました。では、今から執行します。ああ、大丈夫です。しっかり麻酔で寝てますから。さあ、行きますよ。多くの人が最後は眠るように生きたいと願うものです。理想の最後を迎えられるあなたは幸せな人間です。待て！なんだお前ら、どうやってここに？間違いに、菜の花の父ちゃんだ。大丈夫か？すぐこっから出してやるぞ。くせえ、ずいぶんと早いお出ましだな。お前ら、ここで何をしている？外注業者は入れないはずだろう。お前らだって俺と同じ制服を着た警備員じゃねえか。俺たちは
お前らとは違うんだ。だろうな。普通の警備員なら介護施設でそんなもん握っちゃいねえからな。制服の下はびっしり入れ墨が入ってんじゃねえのか。清流会の組員さんよ。いろいろ調べてるようだな。ああ、全部お見通しだ。お前ら清流会がこの部屋で何をしてんのかもな。だったら話は早い。てめえら3人もここに寝てる人間同様ぶっ殺すだけだ。お前なんかやってやるぜ。ほい、とっておき、くりゃよっしゃ、また強くなっちまったか。強くなったな。うわハエと親父さんを連れてずらかろうぜ。おい、お前が撃とうとした薬は何だ。リウムだ。なんてこったや。どういう薬なんだ。海外じゃ安楽死や死刑に使われる薬だ。それじゃ親父さんはこの医者に殺されかけてたのか。あのばあさんもこの手口で殺されたのか。間一髪だったな。安心するのはまだ早いぜ。こいつ喫茶店の。何者なんだ。直接聞いてみよう。向こうも俺たちに会いに来たみてえだしよ。どこの馬の骨か知らねえが、とんでもねえことをしてくれたなお前ら。何者だお前。この施設の理事長だと言っても、お前らには正体がバレちまってるか。清流会の人間だな。そうだ、竜と睦巳会の戸塚だ。清流会ってのは近江にも取り込まれず気合の入った組だと思ってたのによ。年寄り殺して金を稼ぐようなしのぎしてるとはな。おめえらに仁義や任侠はねえのか。世間様がやりたくねえ仕事を請け負うのが清流会の使命だ。知った口を聞くんじゃねえ。やりたくねえ仕事ってのが老人殺しか。ふざけんな。今すぐここの老人を全員解放しろ。じゃなきゃここの悪事を全部世間にバラすぞ。好きにそりゃいいさ。ただしお前らがここから出るときは人間の形をしてねえ。薬品でドロドロに溶かして下水と一緒に流してやるぜ。このメスは気に入らねえ。おいよ、俺の行くぜ。おい、来た。やめんな。やってやるよ。あっち、あっち。いい進化だったな。まだ成長できるとはな。くそ、
お前ら一体何者だ。おい、エクセレントの老人を今すぐ解放しろ。そいつはできねえ相談だ。だったら俺たちの手で解放するまでだ。おい、開かねえぞ。緊急用のコードに切り替えた。どうあがこうが明日までその扉は開かねえ。なんだって？無理だ、諦めることだな。どうしても諦めないのなら警察に電話するぞ。健全な介護施設が暴行に器物破損の被害に遭って困ってるとな。極道が警察にチクんのか。あんたクズだな。なんとでもいい、パクられたらお前の負けだ。さっさと諦めて出て行け。じゃあ俺もチクっちゃおっかな。何？おい一番、誰にチクんだ？青龍会の会長だ。まず本部に乗り込む。そんで明日の朝一番に老人を解放するよう会長に梨をつける。ふざけるな、やめとけ。これは俺の仕置きだ。会長は関係ねえだろ。やめろ、やめてくれ。その会長さんってのはよほど怖えのか。じゃあお前も俺と一緒に行った方がいいと思うぜ。はあ、俺はお前が何と言おうが会長のところへ行く。でも俺一人で行ったらその怖え会長さんにてめえのあることないこと森に持ってチクっちゃうぜ。なっ、てめえだって青龍会の看板でしのぎしてんだろうが。極道の端くれならこうなった以上腹くくれ。じゃあ行こっか。なあ、分かった。見張りの一人も立たせてねえのかよ。青龍会に勝ち込みかけようなんてバカはこの町にいねえんだよ。
やがったな。青龍会はこれまで一度も他の組織に足を踏み入れられたことはねえ。合図なしに門の中に入ったらシャッターが落ちて駆除する決まりになってる。たとえそれが重要な客であろうとな。だけど会長はいるんだろう。この上によ、いたところで会えねえよ。お前らに会長室の指揮はまたがせれ。だったら力ずくで突っ切るしかねえな。気合い入れていくぞ。一番といると一日が長えよ。ほんと豪体には応えるぜ。行くぞ。ぶっ殺してやるよ。上がってこい。俺の番ね。強くなった気がするぜ。そこでおとなしく待ってやがれ。絶対仕留めてやるからな。おいおい、マジかよ。あれじゃ上に行けねえぜ。とはいえここで待ってる義理もねえしな。ひとまずここから出る方法を探ってみようぜ。ちょっと腹減ったな。まあいいや。お、突き当たりは鍵がかかってて行き止まりだ。こいつで抑えるぞ。冴えてるじゃねえか。この野郎、開けろ。どうすんだ。こっちはもう限界だぞ。どこか他に逃げ場は。あ、くそ。おい、あいつらいねえぞ。鍵閉まってんのにどうやって先に。さっさと鍵開けろ。追いかけるぞ。早く閉め、早く。おい、早くこっち来い。行ったな。そうみたいだな。ナンバー、もういいぞ。なあ、待った。you
っ。なっちまったか。たった3人でここまで。お前ら一体何なんだよ。てめえらがケツ持ってる乙姫ランドの店員だ。あのソープランドの店員。俺らはな、あの店で働く向田菜の葉ちゃんっていう子を助けるために動いてんだ。あの子の父親をあの施設に閉じ込めて、金をむしり取るだけむしり取って殺そうとしたのはおめえらだろ。言っただろ、世間がやりたくねえ仕事を。何が世間のしたくない仕事をやるだ。ああ、都合のいい言葉並べて任侠道語ってんじゃねえよ、このチンピラが。待ちなさい。お、親父。戸塚の兄弟、これは一体何の騒ぎだ。うちの島で揉め事がありまして。それで鉄砲玉に見えなくもないが、極道かお前ら。俺たちは鉄砲玉じゃありません。会長に頼み事があってきました。頼み事？そこにいる戸塚って組員のしのぎについてです。日だまりの城のことか。ちょっとお時間いただけますか。お前らが鉄砲玉でないという証拠は。確認してください。丸腰です。どうした？こいつ得体の知れない札を持っています。ああそれね、俺も全く身に覚えがないんすよ。誰かが勝手に俺のポケットに入れてて。どうしますか。気にするな、おもちゃの札だ。タコ糸で縛んなくていいのか。あれがあるとないとじゃ痛みが大違いだ。えらく詳しいじゃねえか、高部の頭。そりゃ昔日本も詰めさせられたんだ、あんたによ。さっさと道具持ってこい。ヤクザ家業なんてのは人様から疎まれて当然だが、俺なりに中国のマフィアや韓国のコミジュルから町の住人を守るため体張ってきたつもりだ。俺はこの町の歴史はよく知りませんが、青龍会さんの力で均衡が保たれているのだと思ってました。最近はそのバランスも崩れてきてる。どこの勢力でも下っ端が親に隠れてこそこそとしのぎ上がる。一部じゃホームレスからシャバ代を巻き上げるようなクズもいると聞く。ああそれ本当の話っすよ。ハンピン・リューマンの下っ端です。そうか。でもまさかうちの戸塚までも俺に内緒でしのぎを広げていたとはな。教えてくれてありがとうよ。
会長は介護施設のことを一切ご存じなかったんですか。バカ言うな。戸塚が理事を務めていることくらいはもちろん知っとる。なんせあの介護施設は30年くらい前にうちの組が買い取った施設だ。本当なら老朽化で取り壊す予定だったんだが、どうしてもこの町の文化を残したくてな。そこで戸塚を理事に据えて介護施設を始めるように提案したのは俺だ。ただこの戸塚があそこの最上階で別のビジネスをやってたのは初耳だった。 あのしのぎはまだ模索の途中でした。手はずが整った俺には必ず会長の耳に入れようと。あんなもんしのぎでもビジネスでもねえ。会長、あのビジネスは間違ってる。お願いします、あそこにいる年寄りたちを解放してやってください。カスがとか言ったな。はい。お前少しばかり勘違いしとりゃせんか。え、さっきお前に礼を言ったのは戸塚が隠していたしのぎを教えてくれたからだ。ただ誰がしのぎの内容に意見しろと言った。でもあんなしのぎ単なる人殺しだ。金が生まれるところに不幸はつきものだ。そして不幸が生じるときには必ず誰かが幸せになっている。それはしのぎをする上ではある程度仕方のないことだ。会長、ちょっと待ってくださいよ。そんなら何したって許されちまうだろう。戸塚、お前が最上階でやっていたしのぎは一体何だ。エクセレントコースは楽にあの世に旅立たせてやるためのサービス、安楽死ビジネスです。安楽死？嘘つくんじゃねえ。俺はこの耳で聞いたんだ。車椅子のばあさんが恐怖で泣き叫ぶの。安楽死の定義は苦痛を与えずに死に至らせることだ。ばあさんだって死ぬ瞬間は穏やかに言った。それにな、安楽死は本人が望む場合もあれば家族が望む場合もある。じゃあ菜の葉の親父さんは。あの女だってそうさ、親父を始末して欲しかったんだ。まさか。何がまさかだ。俺と直接会ってあの女は了承したんだからな。そんな。いい社会勉強になったな。さてじゃあ俺はさっさとけじめつけちまうか。どうすか。はい。指など落とさんでいい。会長、お前のビジネスの全てを俺は認めたと言った覚えはねえ。だがな。おい高部。へい。ああ、こいつ連れて行け。え、二度とうちの敷居をまたげないようにしつけしてやれ。会長、会長！春日よ、任侠というのは正しいか正しくないかだけでは測れんものだ。我々はメンツで生きてる。肩着に土足で上がられては清流会のメンツが肩なしだ。今日は勇敢なことをしたなどと決して思うな。
お前らは今日この私と青龍会をコケにしたのだ。そのことを肝に銘じて明日から生きろ。久々にヒリヒリしました。俺は嬉しいですよ会長。何がだ。18年も無所に入って出てきたら、俺が目指してたはずの極道は世の中から消えてた。でもあんたは違う。いい意味でも悪い意味でも俺が知ってる昔の極道だ。お前やっぱり同じ世界の人間だったか。お前みたいな男を育ててくれた極道ってのはどんな奴なんだろうな。俺の親父だった人ですか。組の名前を勝手に使ってヘマこいた見ず知らずのガキの責任取っててめえの指を落とすようなそんな人でした。ん？よし帰るか。待て、一つ教えろ。あ、お前の親父とは誰だ。元東条会系荒川組組長、荒川真澄です。荒川、ま、その親父につい最近撃たれちまったんですけどね。まあ嫌われちまったのかな。でもまだ俺にとって最高の男は荒川の親父さんなんです。荒川か、覚えておこう。さてと、とりあえずソープに帰るか。え？ああそうだね。まあ菜の葉が安楽死を了承してたってのがショックなんだろうがな。でもそりゃ人には人の事情ってのがあるんじゃねえのか。お前らちょっと待て。高部さん、え、なんすか。菜の葉って女に日だまりの城へ来るように連絡した。お前らも来い。なんで俺らが。いいから来い。向田菜の葉さんでいらっしゃいますね。はい。電話でお話しさせていただきました。総支配人をしております高部と申します。あの戸塚さんは急用で対応できなくなってしまいましたので、私の方からご連絡差し上げました。そうなんですか。実は急なお話で申し訳ないのですが、当施設の閉鎖が決定いたしました。閉鎖。はい。つきましてはご入居されているお父様をお預かりすることができなくなりまして、大変申し訳ないのですがご退去いただきたく考えております。でも手術の日は今日ですよね。はい。でも決定は変えられないのでそこはご理解を。だって手術しなきゃお父さん死んじゃう。は？ちょっと待った。今なんて言った。手術しないとお父さんが死んじゃうって。あの一応確認させてほしいんですが、前回戸塚と会った時お金渡されてましたよね。あの時彼とはどういう会話を。え、あの時はなんとか。
200万だけ用意しました。でもやっぱり心配なんです。まさか辞めたいというのですか？お父さんに楽になってほしいと言ったのはあなたですよ。今さらお金が惜しくなったとか。いえ、お父さんが苦しんでいるなら手術はお願いします。でもそんなに難しい手術なんでしょうか？そうですね、やっぱり内容が内容だけに難しい部分もありますよ。わかるでしょう。でも完璧にやりますので。はい。でも父も手術は初めてなんで。え？初めてね。そんな冗談言えるくらいなら大丈夫ですね。はい。この子、何も知らなかった。そうみたいだな。手術ってお父さんを助ける手術だって思ってたのか。危ねえとこだったな。ナノハさん、手術のお話なんですが、必要なくなったと聞いています。え？手術前に再度検査をしたところ、問題は改善されていたとのことで。よかったですね。本当に？ええ、つきましてはこちらをお返しさせていただきます。今回の閉鎖は当施設の一方的な事情ですので、施設利用者の方々にはご返金対応をする方針となりました。そうなんですか。でも退去はいつまでに？ああ、それならご心配なく。先ほど申し上げた通り、当施設の一方的な事情でのお願いですので、次の施設が見つかるまでは無料でご利用いただいて結構です。本当に？なかなか粋なことするね。会長からのご指示だ。さすがだな。でもよかったよ。あの子は脅迫されてたって言ってたの誰だっけ？そりゃお前間違えることだってあんだろ。刑事の推理も当てにならないね。まあいいじゃねえか。その勘違いがあったからこそ彼女も親父さんも救われたんだ。じゃああとは任せた。おう、了解。それ、しまった方がいいぜ。あ、そうですね。そんだけ手元にありゃ、今の仕事は変えてもいいんじゃねえか。俺ら、あんたがいない間に乙姫ランドで雇われたもんだ。親父さんの面倒を見るためにあそこで働いてたんだろ、あんた。店長には俺らから言っとくよ。あんたはもう店には来ないって。もち、未払いの給料はちゃんと振り込ませとく。本当にいいんですか？いいって。早く親父さんとこ行ってやんな。そっちにあんたの代わりはいねえんだから。ありがとう。今の笑顔、ちょっと店のナンバーワンってのが分かる気がしたよ。よし、じゃあ俺らも帰って店長に報告だ。お疲れ様です、店長。いろいろあったんですが、とりあえずは。店長。
なんでだよ。